はやとまはプロレスワールドへようこそ。本日はロシアの妖怪クリスマルコフについて触れてまいります。クリスマルコフはヨーロッパでプロレスデビュー後アメリカマットに参戦、初代ニコリ・ボルコフとのタッグでクリス・ボルコフを名乗ります。その後アンジェロ・ポッコとデビルズ・デュオを結成、ディック・ザ・ブルーザー・クラッシャー・リスワスキーと交渉し、メキメキと頭角を現します。1969年日本プロレス第11回ワールドリーグ戦に初来日、アントニオ猪木との優勝決定戦は今でも語り草となっています。その後全日本プロレスや新日本プロレスにも来日していますが、初来日のインパクトを超えることはありませんでした。レスラー生活晩年は AWA マットを中心に活躍、1990年代中盤まで現役生活を続けました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はロシアの妖怪クリスマルコフについて触れてまいりました。